はい、オーガニックサラリーマンです。これからパイナップルを切ります。パイナップル結構ね、切るのめんどくさいと思うんですけど、僕なんか結構大雑把に切っちゃうんで、まあ普通のカットパインでもいいと思うんですけど、よく XM 字に僕はパイナップルを使ったりとか、あと食後、あと抗酸化っていう野菜のドリンクとかと一緒に飲んだりしてます。で、いつもどうやって切るかっていうと、まあ、なんかこういう感じで持って、で、まずここを切ります。あ、見えないね。はい。こういう感じで、ここをカットします。はい。ちょっと熟れてきてるから、あんまり新鮮じゃないかも。そんで、僕はもうこのままいっちゃうんですよ。こういう感じで。ちょっと見づらいかな。はい。こういう感じで、ちょっと慣れないんですけど、僕はもうめんどくさいからこうやって切っちゃいます。この皮をなるべく薄。ちょっとね、僕厚めに切っちゃうんですけど、ね、パイナップルの皮って結構厚いし、なんか、綺麗になかなか切れないんですよね。だからこういう風になんかやった方が綺麗に、カットできます。で、なんか意外とこれ切ると、ちっちゃくなっちゃうんですよね、パイナップルって。まあ、そこはちょっと残念であるんですけど、あんまり際、なんかパイナップルの場合は際で切ると、あ、見えなかった。見えてなかった。こういう感じ。今ちょっと動画見えてなかったけど、こういう感じで切ってきます。で、ここまでだいたい切ってきたら、あとはもう、こういう感じで、ちょっと雑に切って、で、途中見えてなかったんですよ。ごめんなさい。で、ここを切っていく。そうするとなんか結構際まで切れるんで、で、最後は、切り落とす。はい。こういう感じ。そうするとこういう、まあ、ちょっとちっちゃくなるんですけど、こういう、まあ、ちょっと残ってるやつこういう切って、はい。で、あとは食べやすいサイズの大きさに切ります。見えますかね？こういう感じで。まあ、僕大体こういう縦に切って、で、またこういう切って、もう僕はね、芯取るのもめんどくさいから、もうそのまま、そのままです。で、まあ、大体こういう感じのやつですよね。こういう。で、たまにつまみ食いしちゃったり、こうやって。ギリギリ大丈夫。そんぐらいのカット。よく3切れ、なんか2、3切れとか言うじゃないですか、パイナップルも。僕が言ってる2、3切れっていうのはこれぐらいの大きさの2、3切れです。だからもうこういう感じで切っちゃって、でカットしたらこういうジップロックみたいなとこは入れます。これも普通のジップロックじゃないんですよ。 EM シリーズのやつなんですけど、もうすでにこれ中入ってるやつね。で、これね、普通にこうやっても入れちゃいます。入れちゃって、たまにつまみ食いしたりで入れて、でしっかり蓋を閉める。ジップロックね、空気入らないように閉めます。でもこのままあと冷凍庫に入れるんですけど、このまま冷凍庫に入れると結構ここ固まっちゃうじゃないですか。でも、このジップロックの場合は、冷凍庫入れましたが固まってます。あ、取れないってなった時に、このまま、こうやって叩く。そうすると、硬いままでも、こういう、分かれるので、こうやっても全然大丈夫。こうやって叩けば。さっきみたいなのが1個ずつ使えるようになるんで。こういう感じで、保存とか冷凍庫入れておくとずっと持つんで、おすすめです。パイナップル結構意外とダメになっちゃうんで、こういう感じで X ムージーとか、あと、食後のデザートとかに2、3切れ食べるようにしてみてください。ありがとうございます。
こんな感じです。